ラグナ、あなた少しは学んだらどう？あ？何をだよ。己を取り巻く環境および状況に対する対応能力の話よ。マナーがなっていないと言っているの。テーブルマナーが。うわ、急にテーブルの上に乗っかるなよ。つかテーブルマナーがなってねえのはてめえの方だろうが。はあ、呆れるほど愚鈍ね。もはや怒る気も消え失せたわ。んなこと言って結局ずっと怒ってんじゃねえか、てめえはよ。まさかこの私が。ああ、怒っている。なぜ、なんでかなんて知んねえよ。こっちが聞きてえくらいだ。そう、そうなのね。これが怒るってことなのね。おい、ちょっと待て。何初めてですが押してんだよ。それ何フラグだよ。ラグナ、お礼を言わせてちょうだい。お礼？ええ、私自分の中にこんな感情があるなんて今まで気づかなかったわ。長い長い永遠にも近い時の中で、私の感情はとっくの昔に全て眠りについたものだと思い込んでいた。でも違ったのね。おい、ウサギ、今お前何キャラだ？キャラでも何でもないわ。素直にそう感じているのよ。ラグナ、改めてちゃんとまっすぐ顔を見て言わせて。あ？だからはい、感謝の気持ちを込めてあなたにプレゼントよ。とても似合うわ、ラグナ。ちょっ、な、なんだこれ。うわっ、は、外れねえ。バルケンハイン、ここにレイチェル様。なかなかいい出来じゃない。お褒めに預かり光栄です。おい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 、人のこめかみに何か刺しといて優雅に会話しちゃってんじゃねえよ。相変わらずゲスなものの言い方しかできないのだな、小僧。仕方がないのよ、ラグナは生きるマナーがなっていないのだから。それにしても少し口が過ぎますな。そう、では少し黙らせましょう。ふっ、うわっ。お見事でございます。で、前のメガネとはどこがどう違うのかしら。では僭越ながら私バルケンハインが説明いたしましょう。たった今レイチェル様が下等ゲス生物ノーテーブルマナーラグナのこめかみに設置なさったものはモテメガネアゲインでございます。以前のメガネと同様、かけるだけで誰でもモテモテになってしまうという世にも恐ろしい魔道具ではございますが。モテるだけではないのでしょう。今度のこれは。さすがレイチェル様、さようでございます。まずモテメガネアゲインは素材からこだわりました。世界でも3本の指に入ると言われるメガネ職人の磨き抜いた技により、2本のテンプルは極細の針仕様となっております。この極細テンプルをこめかみに直接差し込むことにより、従来のメガネでは日常生活で邪魔になりがちであったテンプルの存在を完全に消すことに成功いたしました。確かに見た目も自然ね。まるでこのメガネをつけたまま生まれてきたように、ラグナの顔にフィットしているわ。まさにモテメガネは顔の一部です。のけあるか。
あらラグナ、気がついたの？てめえが刺したメガネがこめかみん中でピリピリして気絶したくてもできねえっつの。何がメガネは顔の一部だ。違和感バリバリだ。バルケンハイン、もう下がっていいわ。はっ。おい、俺の話聞いてる？あなたのくだらなく意味のない話を黙って聞くほどバルケンハイは暇ではないのよ。おうおうおう、ジジイがそんなに忙しいんならてめえもさぞお忙しいんだろうよ。だったら今すぐ俺の前から消え上がれってんだ。あら、いいの？そんなことを言って。私が消えたら困るのはあなたの方なのよ。はあ、困るわけねえだろ。てめえがそばにいるだけでイライラするんだよ俺は。立ち行け、俺から離れろ。それでは仕方ないわね。な、なんだ、やけに素直じゃねえか。3、2、1、ゼロ。ラグナさん、ラグナ君、ラグナザ・ブラッドエッジはここね。うわ、なんだてめえら。ラグナさん、これ私の気持ちです。受け取ってください。なんだこれ、クッション、やけにひょろ長えな。ノエルの着まくれです。表は着衣バージョン、名は、恥ずかしながら、バージョンです。はぁ、そんなものはパーッとくらぁ。ひどいよ、まこと、投げ捨てるなんて。脱いでも着ててもどこにあるかわかんない胸のノエル抱き枕なんかより、これ私の気持ちだよ。受け取ってラグナ君。なんだこれ、タコ分のなんかやけに柔らけえ板。マコトマナヤの南半球マウスパッド、本物の下敷きでシリコン風を取りましたバージョンだよ。ほらほら、遠慮しないで触って触って。それさえあれば何百時間マウスをいじっても手首が疲れないんだから。特に君は左も右も大変な腕でしょ。もう思い切って私の下敷きに全てを委ねちゃいなって。我が右手に持つは裁きの剣、我が左手に持つは真実の天秤、我が従うは天を治める翼、我は審判の羽。お前それ封印兵装いざよい。ノエル、マコト、覚悟なさい。このいざよいが愛の名のもとにあなた方二人を断罪します。やめろって。なんでいきなりここでんな物騒なもんって。あ、今愛の名のもとにとか言いやがったか。言いました。どういうことだ。どういうことって、私たちあなたを愛しています。あなたを愛しています。私の愛の方が深いです。おい、ウサギいるんだろ、どっから見てるんだろ、出てこい。何かご用、モテモテラグナ。やっぱりてめえの仕業か。一体何をしやがった。何って、さっきの話を聞いていたのに理解していなかったの？本当におバカさんなのね、あなたって。このメガネのせいか。そう、モテメガネアゲイン、そのメガネのラブ魔力には誰も抗えないの。すべての女の子があなたにぞっこんラブになってしまうのよ。ラグナさん、何仲良さげに話してるんですか。ネジェルさんから離れてください。おわっ、腕を組むんじゃねえ。つか、そこの獣人、なぜ俺の服を脱がす。ああ、君って胸板すごそうだなと思って、ちょっとね。ちょっとね。じゃねえ！
いざよい女はどこ触ってやがる。すみません、いざよいを使ったせいで光を奪われ、視界が狭くなったものだから、せめてあなたの居場所を手で感じようと。だからんなガチな兵装をひょいひょい使うなって。滑稽ね、ラグナ。もしどうしてもというのならば、モテメガネアゲインのラブ魔力を解除する方法を教えてあげてもいいのだけれど。そんなことできんのか。ええ、助かった。頼む、すぐ教えてくれ。おかしな奴らがこれ以上増えたらマジうぜえ。こんなところにいたのか、ラグナ。散々探させよって。なんだいきなり。ラグナザ・ブラッドエッジ、貴様愛しすぎる。もう殺せ、来い、殺しまったら。落ち着け、バレット。ラグナの顔色が青くなってるぞ。青の魔導書の所有者だけにな。ぷぷ、すまない、つい興奮してしまった。そのこういう場合どうしたらいいのかがいまいちわからないんだ。大丈夫か、ダーリン。なんとか。そうか、よかった。さすが私のダーリンだ。すまん、聞き間違いだと思って一度はスルーしたんだが、ダーリンってのは。もちろんお前のことだ、ラグナザ・ブラッドエッジ。なぜ俺がダーリン。この本に書いてあった、愛している男性のことはダーリンと呼びましょうと。おう、イカルガ・ウォーカーの恋愛特集だな。よくそんな本を持っていたな、バレット。さっき急いで探したのだ。私にも愛する男性ができたからな。レイチェル、まさかこのケツ女も。あなたにぞっこんのようね。マジか。どうした、ダーリン、何か悲しいことでもあったのか。まさに今な。その沈んだ心を癒すために私にできることは何かないだろうか。ちょっと待ってろ、きっとこの本にあった。うん、なるほど。よし、ダーリン、このホットパンツならもっといけるぞ。いけるってなんだよ。さらに布面積を少なくできる。やなくていい。ああ、男は布面積が少なければ少ないほど喜び癒されるのではないのか。ああ、違うとも言い切れないが、なんとも。布面積対決なら黙っちゃいないよ。いいから黙ってろ。貴様が布面積を語るなど肩払いたいわ。何を、見よ、あんたにここまで布面積を減らせる。何の、私はこうだ。それなら私はこうだよ。これはどうだ、これは。こうして、こうして、この部分はいっそ本で隠すぞ。ストップストップストップ、まことも教えのお姉さんもそこまで出てます、もう出ちゃってますから。なかなかやるね、あんた。貴様もな。まったくもう。ラグナさんはあんな侍女と関わっちゃダメですよ。ああ、言われなくても関わり合いたくねえな。じゃあ、私と付き合ってくださいね。なんでそうなる。え、だって今、やっぱり彼女にするなら発展途上な女の子だなって言ったじゃないですか。言ってねえし。ふむふむ、なるほど。おこのえ、なにじっと見てやがる。もしかしててめえもラブ魔力に。ん、何の話だ。私は貴様の左腕の調子を見に来ただけだが。
そうか。ああ、やはりな。ラグナ、この左腕は欠陥品だ。私としたことが、いやー、参った。すぐにこっちの新しい左腕に取り替えるからな。何をする？ニルバーナ！ああ、せっかく用意した左腕が粉々ではないか。悪い心得。多分ニルバーナもこのモテメガネアゲインにやられてんだと思う。なるほどな。だがしかし安心しろラグナ。こんなこともあろうかと、もう一個予備の左腕を。またか、イグニスまでも。おい、てめえらいい加減にしろ。ここの絵は関係ねえだろうが。ったく、ラブ魔力かなんだか知らんが、はた迷惑な魔道具だな。どうした？なんか息が荒えけど。なんでもない。そして安心しろラグナ、まだまだ新しい左腕はたくさん作ってあるぞ。逃げてラグナ・ザ・ブラッド・エッジ。はあ、これで全部の左腕を破壊できたわね。ライチ、貴様。おい、何してるんだよ。なかなかの攻撃だったが、私を舐めてもらっちゃ困るな。まだ一つあるぞ、ほれ。おい、大丈夫か、ここの絵。お前熱があるんじゃねえのか。顔が真っ赤だぞ。そうか。騙されないで。博士の持っている左腕をよく見るのよ。よく見る？って別に普通の俺の左腕じゃねえか。あ、ラグナさん、それ、ここの博士の持っている左腕の指、薬指を見てください。なんだこれ、指輪？それは結婚指輪よ。あらかじめ結婚指輪をさせた左腕をあなたにくっつけようとしていたのよ、博士は。バレたか。うわ、しかもこれ直接指に接着してある。全然取れないよ。私の愛を形にしただけだ。ここの絵もモテメガネアゲインのラブ魔力にやられてたってわけか。私には最初から分かっていました。どっからどう見ても挙動がおかしかったわ。あなたは全然見当違いな方向いて熱弁されてもな。つか、お前もいざ酔い脱げよ。見えてねえだろ。やはりあなたをおもちゃにするのはなかなか面白いわ。教えろよ、サギ。モテメガネアゲインの魔力解除法を。もう降参？ああ。素直なラグナほどつまらないものはないわね。いいわ、教えてあげる。モテメガネアゲインの魔力を解除する方法はたった一つ。怒らせなさい。え？彼女たちを全員怒らせるの。そうすればラブ魔力は消えるわ。そんなことでいいのか。ええ。本当に？あなたは人を怒らせるのが得意ですものね。おお、自慢じゃねえが得意中の得意だ。よっしゃ、怒らせればいいんだな。めちゃくちゃ楽勝じゃねえか。適当にけなしゃいいんだろ。じゃあまずゴエル。はい、何ですかラグナさん。てめえは本当グズでノロマな亀女だな。え、そんな。くっ、どうだ俺の口の悪さは。ラグナさん好き。ああ、なんだ、なんで怒んねえんだ。好き。ちょっと離れろ。もうラグナさんからテレアさん。
とりあえずノエルは置いといて、フッテン低そうなやつにすっか。ああ、そこのケツ女、私を呼んだか、ダーリン。てめえ、その目つきの悪さは天下一品だな、おい。こっち見んなよ。それでも女かよ。ダーリン。おっぱ、ちょっと言い過ぎたか。好きにして、ダーリン。また。な、なんだよ。どういうことなんだ、ウサギ。あなたは全く乙女心というものが分かっていないのね。乙女心？乙女とは、好きな相手にどんなひどいことを言われようが、頭の中で勝手にラブ変換してしまう生き物。例えば、先ほどあなたがノエルに言ったグズでのろまな亀女は、全く放っておけないぜ、俺が守ってやるしかねえかに変換。そしてバレットに言ったこっち見んなよは、そんなに見つめられるとクラクラしちまうぜハニーに変換されているのよ。マジか。乙女は好きな相手に何をされても愛しているうちは無敵。こえ、女こえ。あなたのような単細胞生物には理解できないでしょうね。まあ確かに、てめえにどんだけ悪態ついても軽く返されてるもんな。そうよ。ん？口喧嘩じゃ女には勝てねえわけだ。じゃあどうすればいいってんだよ。ウサギ？何ボケっとしてんだ。別に、何でもないわ。ああ、ラグナだ！げ、サギか！こんなとこで何してんの？あれ？この女の子たちは？こっち来んな、セリカ。あ？なんで？お？お前、なんともないのか？いつも通りのセリカか。何言ってんの？見ての通り、いつものセリカだよ。セリカにはモテメガネアゲインのラブ魔力が働いていないのか。どういうことだ、ウサギ。多分だけど、その子は最初からあなたを好きなのね。え？ラブ魔力の強さと同じくらいの愛を持ってあなたと接しているということよ。まさか。ん？なに？私がラグナのこと好きって？うん、そうだよ。ラグナのこと大好きだよ。って、私ラグナに言ってなかったっけ？いや、まあ、別に嫌われてるとは思ってなかったけどよ。なんていうか、そう直球で言われると、照るっつうか。あっつ！で、なんだ？ラグナさん、その子とどういう関係ですか？もしかして、彼女さん？そんな話、聞いていないわ。よもやそんなことになっているとはな。黙っていたのね、ひどい男。ポニーテールか？そのポニーテールがいいのか？すごいわ。なんてすごい嫉妬の炎。おいウサギ、女は好きな相手に何されてもいいんじゃなかったのかよ。そうよ。ただし、好きな相手の愛が自分以外に向けられていると知ってしまった乙女も、また違う意味で無敵。こうなっては手がつけられないわ。すぐに逃げなさい、セリカ・エ・マーキュリー。え？なんかよくわかんないけど、はーい。ラグナ、退屈しのぎにはちょうどよかったわ。素敵な時間をありがとう。そしてさようなら。いやいやいや、ちょっと待てって。これどうなるってんだ？この嫉妬の炎はもうすぐ大爆発する。え、マジ？モテメガネアゲイン、今回も恐ろしい魔道具だったわね。ああ、ラ
グナがつけてたメガネってモテメガネだったんだ。通りでみんなラグナラブーな顔になってると思った。また私には聞かなかったようだけど。ん？何か言った？いいえ、私はもう行くわ。あ、うん、じゃあまたね、レイチェルさん。そっかそっか、モテメガネか。だから、うんうん、私とレイチェルさんはね。